こんにちは、こすけです。今年はよりいろいろな動画を撮影したいと思って、去年の年末からカメラをいくつか買っています。まあ、これからねカメラの紹介もしていきますが、いろいろな条件で撮影してテストしている最中なんですよね。そこで一つ分かったことがあって、いいカメラになればなるほど特に暗いところでの映像が綺麗に撮れるようになるんじゃないかと思っています。明るいところでももちろん違いはあるんですが、光が十分あるような状況だと iPhone でもね結構綺麗に撮れるんですよね。そこで照明も大事だなと思っていくつか買って試しているんですが、そんな時にね、まあ、試しに使ってみませんかと送っていただいたのがこのライトです。これがねなかなか便利で、撮影はもちろんですが車中泊でもね活躍しているので、今日は紹介してみたいと思います。この RGB ライトなんですが、ファルコンアイズっていうところの F7 っていうね商品だと思います。多分ね中国の会社でしょうね。僕が普段家で撮影するときはこういうねでかい大きめのライトを使っています。車中泊の時もこれのねちょっと小さい、一回り小さいタイプを車に持ち込んで使っています。メーカーは一緒なので操作方法も一緒ですね。このライトは後ろのつまみを動かすことで明るさを変えることができます。そしてねポチッとボタンを押すと色温度も変わるんですね。 5600K の青白い光からもっとね暖かい暖色系の光 3300K まで下げることができます。こんな感じにするとね電球色のような色になりますよね。僕はもともとねブログなんかをやっていて、写真撮影、まあ、スマホでしたけどねするので、このね家のライトも調光機能付き、あと明るさの変更もできるものにしています。まあ、こんな感じでね電球色の弱い光を出すこともできますし、真っ白いね青白い光に変更することも可能です。この色を変えられる機能というのはすごく便利で、気分だとか撮りたいもののね、見え方を調整するのに結構役立っています。今回のこの RGB ライトというのは通常のライトとは違ってね、普通はさっき見た通り電球色から青白い蛍光灯みたいな光までを調整するものが多いんですが、これはねフルカラーでいろんな色を出すことができるライトみたいです。撮影するときに色を自在に変えられるというのはいろいろねこう幅ができて面白いですよね。一緒についてきた付属品なんですが、こんなねケースがついてきたり、あとはねアタッチメントなんかも入っていました。このケースの中に謎のねアダプターのようなものが入っていて、ライトをどっかに固定するための器具なんでしょうね。ライトの底の部分には三脚穴がありますから、ここにねつけて使うことができるみたいです。もちろんねカメラの上なんかにつけるためのコールド臭のアダプターもついてきます。そして今回のこのライト、実はねバッテリー内蔵なんですね。バッテリー内蔵なので充電するための USB-C ケーブルがついてきます。まあ、あとはねこういうよくわからないカバーがついてきましたね。蜂の巣みたいな形のカバーと、あとはシリコンの白いカバーなんかもついてきます。この白いシリコンの方はね光を柔らかくするものだと思うんですが、あっちの蜂の巣みたいなのは僕ね詳しくないんでちょっとよくわかんないです。ボディの横についているボタンで電源だとか照明のオンオフができます。そして電源のオンオフだけじゃなくて、横についているダイヤルで色温度とか、あとはね明るさの調整もできるんですね。こうやって手元を撮影するときにはこれはねすごく便利な機能ですよね。でこのライトの最大の特徴はフルカラーでねいろんな色にできるという点だと思います。まあ、これもねダイヤルの調整をすることでこんなね青っぽい色にすることもできます。まあ青っぽいっていうよりも完全に青いライトですよね。もちろんねこの色を変えることもできます。こんなね赤い色にすることも可能なので、何か手元撮影をするときにすごくね便利に使えそうですよね。本体の裏にはこんな小さなディスプレイがついていて、ここでバッテリーの状況だとか、あとはね色温度、明るさなんかをチェックすることもできます。そしてこのライトはバッテリーが内蔵されているだけじゃなくて、なんとね磁石も内蔵されています。なのでこうやってね金属の部分に取り付けることができるんですね。こんな感じでね縦につけば理想的だなと思ったんですが、さすがにねこの角度ではつかないみたいですね。まあいろいろ試したんですが無理でした。磁石は裏面についているみたいなので、そこをね金属と合わせることでこのライトを貼り付けることが可能です。このライトね撮影用に使うのもいいんですが、僕はね車中泊の時に使ってます。というのも磁石内蔵で、しかもバッテリーも内蔵されていて小型ということもありますから、
持って出かけるにはすごくね最適なライトなんですね。一人で車中泊するのであれば十分ね手元を照らすことができます。ちょっとね見えにくいかもしれませんが、磁石がついているのでヘッドレストのねあの棒のところにくっつけることができるんですね。まあ、このヘッドレスト、運転席のヘッドレストをグッと上に上げて、この棒が金属になっていますから、ここにねこのライトを磁石でペタッとくっつけると落ちてこなくてねすごく便利です。正面にねこのライトを設置するとちょっと眩しいので、まあ、ちょっと場所はね考えなきゃいけませんが、なかなかね便利だと思います。もちろんねこんな感じで三脚に固定することもできますから、こうやってね手元を照らすこともできるし、撮影の時もすごく便利です。いろんなカラーに変えることができますから、明るさとかね色を調整して自分好みの車内の雰囲気にすることもできますよね。僕はどっちかっていうと青いね白い光よりも暖かい色、まあ、ランタンみたいなね電球色が好きなので、こういうね暖かい色にして使っています。これはちょっと赤すぎですけどね。まあ、ただね自由に色を変えることができるので、車内を好みの色に演出することができるというのもねこのライトのいいところだと思います。色に関してはねこんな紫からね青っぽい色にしたりグリーンにしたりね自在に操ることができるので、本当にね面白いライトだなと思います。カラーフィルムを使わなくてもこうやってねいろんな色にできるわけですからね。バッテリー容量はそんなに大きくはないみたいで、あんまり長持ちはしないんですよね。ただこうやってねモバイルバッテリーなんかからも充電できますから、電池切れの心配はほとんどしなくて大丈夫かなと思います。というわけでファルコンアイズの F7 ですかね、これすごく便利なライトです。小型な割にはちょっとずしっとするんですが、それでもねバッテリー内蔵ということもあって、これ一つ持ち出して車中泊に行ったり、あとは暗いところでの撮影をしたりね、そんなこともできます。もちろんねこうやってカメラにくっつけることもできますから、ほんとねいろんな撮影ができるんですね。価格はねさすがに少し高めですね。バッテリー内蔵で RGB ライトというのが高いんだと思います。今の価格は概要欄にね Amazon のリンク載せてありますので、そっちでね確認してください。決してね安くはないんですが、ただねなかなか使い勝手のいいライトではあります。特にねこうスタジオ撮影とかであれば使わないと思うんですが、僕みたいにね旅をしたり車中泊とかねいろんなところにライトを持ち込んで使いたいという人にはねすごくいいのではないでしょうか。もちろんね車中泊をする時の照明代わりにも使えますから、車中泊を快適にするために車のねルームライトを LED に変えたりするっていうことを考えると、まあそんなに高くはないのかなという感じがします。というわけで最近愛用している磁石とバッテリーが内蔵された RGB ライトの紹介でした。これからも北海道のことや車のこと、北海道の美味しい食べ物や綺麗な景色なんかを動画にしていきますので、楽しんでくれた方はチャンネル登録よろしくお願いします。